電車代替バスエアポートバス当時の芦屋車庫所属車両西鉄バス北九州八幡自動車営業所は西鉄バス北九州のバス営業所の一つで主に北九州市都心部と八幡西区を結ぶ路線を担当する北九州地区の営業所で女性運転手が一番多い八万営業所の乗務員現地室大金として折尾車庫がある北九州車エリアでは 本社内にある小倉営業所とともに、最も早く IC 乗車券、にもかを導入した、福岡県北九州市八幡西区あのう四丁目11番1号、かつての車庫2009年7月21日と2010年4月1日に、大規模な路線整理実施、2018年5月27日より、運行されている、創立110周年記念北九州線。 カラーラッピング車両に私鉄設戸端、枝高線の代替路線である、小倉との共同運行2019年3月より、日中のみ、戸端駅への乗り入れを開始した。2020年3月14日改正では朝、以外の便は戸端駅で分断され、全区間投資便はすべての便が戸端駅経由となった。 当初は2011年4月1日から9月30日までの平日のみ運行する試験路線だったが10月3日より本格運行開始予定であることが西鉄バス北九州沿線の催し2011年9月版にて予告された朝は砂津行き夕は黒崎行きのみそれぞれ3便ずつ運行西鉄黒崎バスセンター小倉駅バスセンターは経由しない また、竹末八万営業所管は改装となる。朝の利用客は特に多く、竹末七時九分発の小倉駅に関しては、早ければ、あのうドームですべての座席が埋まることがある。黒崎から陣、原、産業医科大学及び竹末方面へ向かう路線。大半は黒崎で分断されるが、本庄祭団地、引きの方面へ直通する便もある。引きの側では、 ループ運行を実施しておりそのまま、黒崎方面へ向かう。高速バスなどが発着している。黒崎インター、引きの口は経由しない。一部区間で、北九州市営バスの路線が並行しているため、その区間に限ってに施設。市営の共通定期券取扱いエリアとなる。竹末発着は、ベイリビンで、竹末八幡営業所は改装となる。鉄流、愛を一府 全曜日地上版のみ、折尾車庫での現地出退勤がある。黒崎駅裏側の工業地帯への通勤客向けの路線で、平日、土曜の朝夕数本のみ運転される。2016年10月1日より工事の影響により、ルート変更されている。元は、黒崎、引野口馬場、小峰営業所の路線だったが、47番と統合する形で、 ヤワタ駅方面に延長するようになり、その後黒崎、小峰沼が廃止された。かつては勝木営業所も担当していた。ヤワタ駅発着は、ヤカタ船車庫を経由しない、邪著、九州病院前を経由する便もあったが、現在は全便制進源経由に統一されている。大半は、ヤカタ船車庫発着。ヤワタ駅発着は、本数が少ない、黒崎駅行きに関しては、 バスセンターまで行かず、バスターミナルが終着となる。黒崎駅、バスターミナルで、ループ運行を実施しており、半数はそのまま屋形船車庫、八幡駅行きになるが、黒崎駅、バスターミナルで終点になる場合は、客扱い後に、西黒崎、または、八幡営業所まで改装される。また一部、国道211号線、山手通り経由で、屋形船車庫八幡営業所間の改装が、 設定されている。2016年10月1日より、日中のスペースワールド発着便をすべて、八幡駅発着便に置き換えている。そのため、スペースワールドまで行かなくなった。詳細は、黒崎北九州空港線を、参照以下は2009年度限りで廃止。黒崎小倉線22とは別路線で、設定されていた。1980年頃の小峰営業所営業時は、 一時間に5から6本運行されていた。バス停留所名は当時のものである。1980年頃の小峰営業所営業時は、八幡製鉄所の交代勤務の通勤に合わせて、朝、夜に数本運行されていた。黒崎バスセンターには立ち寄らず、また当園から電車通りではなく、国道3号を経由していた。23系統は22系統の派生系統で、小峰営業所。 岩渕橋を結んでいた路線の名残で、黒崎バスセンターには入らなかった。末期は非祝日に一本が走るのみとなり、最終的に2009年7月21日のダイヤ改正で廃止された。黒崎地区には、芦屋線の23系統音楽航行域があったが、双方とも本数がごくわずかであったこともあり、並存したままとなっていた。元は、 黒崎対岸の裏大畑屋片船花を待ち、基温三丁目八幡駅の路線だったが、73、系統に統合される形で土曜日に、黒崎屋片船車庫間を一本が走るのみとなり、2009年7月21日のダイヤ改正で廃止された、かつて1980年頃のコミ営業所、営業時は、黒崎バスセンター発着の改装便として47番のまま、 富嶺方面5本、黒崎方面3本が運行されていた。日祝日のみ1往復の運行。2010年4月1日付で廃止された。かつて1980年頃は、毎日6往復運行されていた。2016年3月25日限りで廃止。芦屋線詳細は、芦屋急行線を参照その他に60、61、62のあの営業所入庫便63下に、 あの営業所のお経に宿役所、黒崎バスセンター人の原立橋、折尾厚間団地からコロマツから中、鶴団地等もあった。以前は、日産ディーゼルが配置されたが2010年4月に、市営バスが単独運行のため転出。しかし、2011年3月26日付で、北九州市交通局が、北九州空港黒崎、リ尾のエアポートバスから撤退したのを受け、 翌日27日より、西鉄バス、北九州八幡営業所が、道路線の担当になり、これに伴い、西鉄バス北九州各営業所の高速車の一部が、日産、三菱が転属し、計6台配属されている。ありがとうございます。